強みを伸ばすだけでいいのかなはい、こんにちはライフコーチのミスターオカチです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい、ということで延々のテーマですよね強みを伸ばした方がいいのそれとも弱みを直した方がいいのあなたはどう思いますか今日のテーマはこちらです 強みを伸ばすべきか、それとも弱みを改善するべきか、どちらのアクションを取るべきなのか、それを 設定解説したいいと思いますこの動画を最後まで見ていただけたらあなたが置かれている職場やチームでやるべきアクションが分かり強いチームを作ることができますですので最後までご視聴ください、えー、この動画ではいやこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣やライフスキルそして考え方や生き方を全力で紹介しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも そしてヒマラヤのラジオでも毎日配信してますので概要欄からつながってください。はい、ということで、えー、早速本題なんですけども。 難しいですよね。強みを伸ばした方がいいかそれとも弱みを直した方がいいかこれはチームの運営組織の運営だけではなくて自分自身のこともそうですし,そうですし子ども子育てのもそうですし、えー、部下を研修する時もそうですしあらゆる面でもそうですよね考えますよねどっちがいいのかなってでまず一般的な話をしましょう。一般的な話では 強みを伸ばす方がいいと言われています。それはそうですよね。聞いたことありますよね。強みを伸ばすのはポジティブアプローチ、弱みを直すのはネガティブアプローチと言われています。ポジティブアプローチをすることで、強いチーム、いわゆるチームのパフォーマンスも上がるし、その個人においてもその人のやる気も上がり、そしてパフォーマンス、実力が向上するということがあらゆる科学的な、えー、研究成果によって報告されているんです。例えば 子育てにおいてはピグマリオン効果って言われてますよね。ピグマリオンの効果っていうのはこれどういうことかというと人間は、えー、と相手が期待していいるるる通りの、えー、行動をととよううになるということなんですよこの子はやればできる何だって挑戦できる子なんだっていうふうに期待していればそのような投げかけになればそして 子どもたちはそれに合わせてどんどん新しいことに挑戦し、でえー、どんどんあの実力が上がっていくということなんですよね。だからあなた自身がどう思っているのか、どういうふうに期待しているのか、それによって発言もポジティブに変わっていって、ポジティブアプローチをすることで、どんどん実力が上がっていくということであったり、あとはスポーツパフォーマンスもそうですね、スポーツの,あの選手も、あのー、試合前にイメージトレーニングやってるでしょ。あのイメージトレーニングは、自分が成功しているシーン、自分がうまくいってるシーンをイメージするんです 試合前に、えー、とこの試合ではたくさんの観客の中でドリブルを右でドリブルしてそしてランニングシュートを決めるんだとかね観客の前でピアノを上手に弾いている姿をイメージしたいとかそういう成功シーンをイメージすることで、えー、と不安も心配もなくなってパフォーマンス最高のパフォーマンスを出すべき時に出すことができるというような報告もあるんです。とにかくポジティブなイメージをしてポジティブなアプローチをすることで実力が上がりそしてパフォーマンスも上がっていくということは 言われれてていますすこれはビジネスにおいてもそうなんです僕もそれがありました。ねえー、具体例を紹介すると,、えー、と僕はあのピーターソックスという子供向けの放課後スクールをやっています。今7年目です。最初立ち上げて1年から3年でグーンと上がってきました。上がっていったっていうのは生徒数も伸びて、えー、とメディアにも取り上げてもらえるようになってお客さんからも喜びの声、嬉しい声をたくさんいただけるようになったんです。で実際1年間一度 ね、入会していただいた人が1年間継続する率がだいたい80%ぐらいだったんですねぐんと高い状態だったん,だったんですただねまだ3年目ということなのでもっともっとたくさんの人に来てほしいしもっともっと満足率を上げたいっていうふうに思ったんですよそその時に僕ががしたことそれが ネガティブアプローチなんですよね、えー、具体的に言えばその80%続けていただいたということは20%やめたということじゃないですかやめた人になぜやめたのかどういうところが不満だったのかっていうのを 徹底して聞いたたんでですす。よね。えー、めた理由ですその辞めた理由っていう不満なところを取り除ければもっともっといいチームいい組織そしていい商品を販売できるんじゃないかって考えたんです、まあ、そういうふうに考えますよね、はい、でそれを徹底して聞いた声をスタッフにも共有しましたでその、えー、悪かったところ改善点不満なところを徹底して聞いた 決定しししててててて改善いいいっっっっ商品をを良くしようってそういうそことをやっていったんです、ねまあ、の C ですすねね PDCA C のちゃんとチェックして改善点を見いだしてまたアクションをしていくそういうことをやっていこうと思ったんですよ。その結果どうなったのか、はい、まずスタッフのモチベーションは下がりましたもうこんだけ一生懸命3年間やってきたのに全然伝わってなかったんやって。 モチベーション下がるし、で、なんとね、あのーえー、新規の継続えち、新規の継続じゃなくて、1年間継続した率もね、えー、っと80%やったのが75%に下がったんですよ。そして、あともう一つ、新規の入会率も下がりました。入会率っていうのは、体験した人が入会してくれる率ですね。その率も下がったんですよね。これって何なんやって思いましたよ。だって、不満なとこを直して、悪かったとこを改善して、もっとこういう風にやってほしいということを全部やって たんですよ。それにもかかわらず、満足率は下がって辞める率も増えて入会する。あの入会率も下がったんですよ。これ何なんだろうと思って。 でその時にあ,のあるスタッフがね提案してくれたんですよ、えー。提案してくれたことっていうのは何やったかなあ,あれですよもう辞めた人に理由を根掘り葉掘り聞くのはやめようととかあと誰にも,もう全ての人にアンケート調査をするのもやめようとそうじゃなくてずっとずっと続けてくれてる人その続けてくれてる人になんでここを続けてくれているのかどういうところが満足してもらっているのかどういうところを、えー、っと気に入ってもらえているのかってその立派 リピートしててもらってるその理由を聞こうとでそ,のその理由を共有してその,その理由を再現することができたらもっともっと今のお客さんは続けてくれるやろうし満足率も上がるんじゃないかそのように提案してくれたんですねで実際それをやってみました実際それをやってみました、まあ、僕としては、まあ、悪いところ改善しなあかんのちゃうかと思ってたんですけど、まあ、全然実績が上がらなかったんで上がらなかったんで、まあ、まずはちょっと言うことを聞いてみようと思ってそのリピートする理由っていうのをずーっとずーっと ずっと続けてくれている人に聞きに行ったんです。そしたら教えてくれたのが、えっ、ー、と一人一人が安心して学ぶ場所を作ってくれているですとか、子どもたちの居場所になっている。 ですとか今までクラスに入れなかったのがここに来たら安心して入れるようになったそれで学校でも自分で手を挙げて発表できるようになったとかね、まあ、いわゆる何やろうねえー、っとあの安全基地子供たちの安全基地になっていたということだったんですよですいません先ほどちょっと言うの忘れてたんですけど不満な理由を聞いた時の不満な点は何だったのかこれはね不満な点はえー、っとスキルが上達しないっていうことやったんですねえー、っと 例えば、えー、楽しいのはいいけれども3年4年通ってんのにいまだにアルファベットが書けないとかね、えー、ここで一生懸命練習するのはいいけど家帰っても全然練習しない復習しない予習しないであったりとかバスケット楽しんでくれてるのはいいんだけど全然上達してないとかねいわゆる楽しいとかいうのはええんだけどそのスキルがが上達しないいっていうのが不満点だったんですよだから僕たちは人僕たちがやったことっていうのは 一人一人の弱点っていうのをちゃんとね分析してその弱みを克服するようなカリキュラムを作ったりスキルをレベルアップさせるようなスピーチを上達させるようなプログラムですとかバスケのスキルをシュートを上達できるようなプログラムだってスキルを上達するっていうことにフォーカスしたプログラムをどんどんやっていったんですよ。でそうなるとどうなったかっていうと子供はね弱みをどん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 言われるわけだからどんどん自信がなくなってどんどん楽しくなくなっていったんですよね。 でスキルが上がるってプログラムを作ったけれども全然申し込みはなかったんです少なかったんですよっていうのが、えー、っとそれまでの話ちょっとこれ言うの忘れてましたで今回はリピートする理由を聞いたんですよその理由は何やったのかっていうと、えっと、安全基地になっている一人一人が安心して安全に学べる場所を作ってくれている居場所を作ってくれている っっててていうのが理由として上がってきたんですよだから僕たちはこの安全基地になっているこの場所をもっともっとこの強みを伸ばしていこうって考えたんです。で具体的にあったことっていうのはその子どもたちがクラス以外で安心できる場所を作るそのためのイベントをたくさん作りました。でスキルを伸ばすっていうよりも例えば鬼滅の刃「鬼滅の刃」えー「鬼滅の刃」で折り紙を作るようなイベントをやろうとかねダンボールで秘密基地を作ろうとかね、まあ、とにかくみんなで で絵を描こうとかねそういうようになんかスキルを伸ばすというよりも居場所になるようなイベントをたくさんやっていったんですで子どもだけじゃなくてお母さんたちも居場所になれる場所を作ろうと普段ね子育てで悩んでること不安になっていること心配になってることを、まあ、自然に打ち明けられるようなそういう安心で安全な居場所をママのためにも作ろうと言ってママカフェをやったりねそういうような安全基地であるという強みを伸ばすことをどんどんやっていったんです。でその の結果どうなったのか。 これはまさにですね、あの、えっと、1年間継続する率が、当初は80%やったんですけどー85、85%か、やったのが90%まで上がりました。だから、やめなくなったんです。で、あと、新規の入会率も上がったんですよ。えっと、それ、な、なぜなのかというと、多分ね、クラスの雰囲気がもっと良くなったから、ここになん,なんか楽しそう、楽しく学べそうっていうふうに、多分思ってもらえたんでしょうね。だから、新規の入会率も上がったし、やめなくなったし、で、さらにですよ、 弱点っていうのは楽しいのはええけどスキルは上がらないこれが弱点やったじゃないですか。 でもね、スキルが上がったんですよ。これなぜなのかというとその安心安全基地っていうのが増えて子どもたちがどんどんね自分をやればできるんだって自信がねどんどん上がっていった自分もできるんだ自分は大丈夫なんだって自己肯定感が高まったんですよ。それによってもっとやってみたいもっとあれをやってみようっていう風に挑戦するようになったトライするようになったんですね。だから自主的に宿題を勉強したり自主的にテストに向けて頑張ったりとかで、あとそのスキ,ルスキルのクラスっていうのも作ってたじゃないですか。スピーチの。 スピーチが上達するクラスとかバスケで言ったらシュートが上がるクラスその今まで申し込みは少なかったんですけど自己肯定感自信が高まることでそういうクラスにも申し込んでくれるようになってどんどんスキルが上がっていったんですよね。はい これどういうことかというとその安全基地を作るっていうポジティブアプローチをすることで,することで、えー、ネガティブだったスキルが上達しないっていうネガティブ面も解決されたということなんです、はい、もしかしたらこれはたまたまなんですけどもこういうことって結構あると思うんですねあの弱みを直そう直そうってするよりも自分の強みを伸ばしていくことで、えー、っとその弱みが改善されるということなんですよこ弱強みを伸ばすっていうのは弱みを無視するっていうことではないんですよね強みを最大限発揮するっていう とことをやっていったらその過程の中で今回だよね自信が高まって自己肯定感が上がって挑戦するようになってスキルクラスに申し込んでくれて自主的に勉強するようになってスキルも上達したでこのようにね自然にねその弱みを改善できるようになっているんですよねはいなので基本的には強みを伸ばすのか弱みを改善するのかどちらがいいのかという問いで、えー、問いを投げかけられたら基本的にはポジティブアプローチがいいんじゃないですかとお答えするように してますはい。 ただね、実際僕がやってること、実際僕がやってることっていうのは、もう使い分けてるんですよね。もちろんポジティブアプローチにはメリットがあるけれども、デメリットもあるんですよ。ネガティブアプローチもメリットもデメリットもある。どちらも陰も用もあるんですよね。だから使いようやと思ってるんです。ただ、えーと、コーチングに慣れていない人、人を育てるのに慣れていない人、チームを運営するのに慣れていない人は、もうポジティブアプローチ一択でいいと思います。ただ、ある程度コーチングの実績があったり、人を育てることに慣れていたり、それチームを運営するリーダー 経験をたくさん積まれている方はうまく使い分けるのがいいのかなと思っています。例えば僕がどのように使い分けているかというと、まずチームを作り始めの時期、あの関係性が、あのチームのメンバーとの関係性があまりできていない時期、その時期は極力ポジティブな面を共有します。ポジティブアプローチで成功例とかいいところをシェアし合ったり、いい面を共有しようとします。そうすることで少しずつ関係性が良くなってきますよね。で、関係性が良くなっていったら、ちょっとちょあの本音が言える状態 なってきたらちょっとずつネガティブな面悪い面とかこういうとこ直したらいいんじゃないかっていうのも伝えるようにしていくということでちょっとずつネガティブアプローチを入れていくんですよで実績がねぐんぐんできてきた出てきた実績が出てきたその状態になったらなったら一度ポジティブアプローチに振り切ります、はいえー、僕のさっきの事例で言ったらえっ、ー、と安全基地を作るっていうところにフォーカスする子どものスキルを上達するっていうことにフォーカスするんじゃなくて安全基地をつ、えー、作るということにフォーカスするそうすることでしと 自然にね弱みも改善していってそのリピートする理由っていうのも、ね、再現再現性を高めた状態で、あのー、商品やサービスを提供できるようになるのでその強みを伸ばすってことを一度徹底しますじゃあどこからね天井にぶつ打ち当たるんですよで ぶち当たったっ時にネガティブアプローチを入れていく強み強みでフォーカスしてぶち当たった時に弱みの方を改善するというように使い分けてますね。チームを作り始めの時はポジティブアプローチ関係性ができてきたらちょっとずつネガティブアプローチを入れて実績が出てきたらポジティブアプローチに振り切りそして天井にぶつかったらネガティブアプローチを入れていくというふうに使い分けています。えーね、僕の好きな言葉でねこんな言葉があるんですけどサッポロビールのキャッチコピーあるじゃないですか。 これですね。丸になるな、星になれっていうことですよね。これ丸になるっていうのがまあ、こちらなんですけど、これがまさにネガティブアプローチですよね。自分の足らないところを補ってまん丸にしていく。これが丸になるっていうアプローチですよね。で、星になるっていうのはこの逆側ですね。こデコボコな部分を、 ぐんぐん伸ばしていって星になっていくということ。もちろん、こういろんなね、えー、丸になることで丸の良さもあるし、星になること。でも星になる。良さはあるけれども。もうあのー、なんだろう。 まずそのコーチングに慣れていない方っていうのはもう、えー、星になるアプローチポジティブアプローチ一択でいいのかなと思います、えー、子育てでもそうですし部下を育てるっていう上でもそうですしチームをマネジメントする上でもポジティブアプローチ一択でやって関係性がぐんぐんできてきて慣れてきたらちょっとずつネガティブアプローチを入れていくというような形が、えー、いいのかなというふうに思います。丸になるのは星になる星 はい、ということで、えー、今日のテーマは強みを伸ばすだけでいいのか、えー、弱みを改善した方がいいのかそれを徹底解説しました。 基本的にはいい面悪い面どちらもあるんですけれども、えー、まずはポジティブアプローチをやってみるということでいいんじゃないですかっていう提案です。はい、ということでね、えーこのえー、今回の動画少しでも参考になった勉強になったためになったそしておかちがんばれマックス今日もいいねっていう方は、えー、と高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。はい、あとねこのチャンネルではあなたがあなたらしく生きるそしてあなたらしく働けるようになるための考え方や行動習慣を全力で紹介しています。 えー、興味のある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押して仲間になってくださったら嬉しいです。はい、あと SNS でも毎日配信していますので Twitter、インスタでつながってください。えー G エンド以上です、えー。それではまた会いましょう。今日はね、結構噛み倒しましたけどね。えー、こんな感じで、<laughs> あのー、一発撮り。できれば一発撮り。いや、一発撮りって言うけど、最初のイ,イントロね、イントロが勝負なんで、イントロはね、4回ぐらい撮り直してます。はい。でイントロがうまくいったら、そこからも撮り直しなしでやってます、まあ。こんな感じなんですけど、少しずつね、スピーチのレベル、いや、プレゼンのレベル、伝えるっていうスキルのレベルを上げていきたいと思ってますので、えー、温かく見守っていただけたら嬉しいです。えー、で、実はね、 えと自分の力を発揮するっていうのは今日で1つの区切りをつけたいと思います明日ね1つと動画を投稿するんですけど今日で、えー、明日か明日でね1、まあ、つの区切りをつけて来週からは子育てに特化した、えー、チャンネルっていうか動画を配信していきたいなと思ってますでもたまにね本音で生きるための行動習慣っていうのも配信するので、えー、よろしくお願いしますはいちょっと今ずっとゲップが出てる最中ですはいということです以上ですバイバーイ